それこそ犠牲フライでも1点というケースですからね。ですから普段からそういう習慣づけをしていけばいいんですけどね。まあ、ピッチャーのももっと低めに外寄りに投げようとはしたようですけれども、まあ、結果見逃しの三振。さあそしてプロ初出場になります三沢です。まあ、ここ2試合ほどこのイースタンリーグの方では結構いい当たりを途中出場で打っていました。右ライト前タイムリーヒット、プロ初ヒットがタイムリーになりました。貴重な追加点、三沢起用が成功になりました。3対1。あのヒット見事ですね。嬉しい嬉しい、プロ初出場初打席初ヒット初タイムリー。去年私もロッテマリーンズの2軍で三沢選手なんかと対戦してたんですけどね、こんな素晴らしいヒット見たの初めてですね。そうですか、はい、バッティング自体どうなんですか、去年の印象としてはそんなではないんですか。そうですね、むしろ守備など、はい、今年の方は良くなってるんじゃないかなと思いますね。なるほどね。いや嬉しいタイムリー、笑顔も少しこぼれましたが、その後また真剣な表情に変わりました。